魔漢光殺法警戒信号が戦闘力710どこだ何あのガキだわクソ故障か反応がもう一つここに向かってくる一つ二つ戦闘力322と334しやがった。貴様ら、一体ここへ何しに来た？決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ？どこに隠しやがった？ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより。まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。勝負ってのはただ強くやりってもんじゃねえさ。こっちには作戦なんだ。ほえ、なんかスピードだ。その程度の力には仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになれそうな。もうお遊びはこれまでだ。二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか？すまねえな。はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった。食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。ふん、こいやつめ。様だけだ。どっちが先に片付けられたいかの相談でもしていたのか。
ないぞ。助けられるわけがなかろう。その前にお前が死んでしまってはな。もうお遊びはこれまでだ。遊びはこれまでだ。1330、全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。もう掴んだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そらそら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられん。このガ
き。くさまれ。くさま、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。たまにやがり。まさかカカロットの奴が己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。な、何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。そったり。だがいいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、はるか宇宙にいる俺の仲間2人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。一年、たった一年後だ。一年。さらに強い戦士が二人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。なるほど。そういうことだ。悟空、悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン死ぬっちゅうな。結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ、すぐに生き返らせてやっから。悟空、あ、消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。
何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けない奴だ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。